レディーゴー。以上です。はい、今回は福島県に来ております。はい、会津若松市やで。うん、福島県やから東日本大震災の影響もあって、うん、原発事故の風評被害とかもあって客足が減って、どんどん、うん、コロナも来て、うん、でも旅館業観光業大打撃で廃業するような旅館が増えて、うん、廃業が目立ってると。なるほど。すごいまた悲しい現実やねんけど、うん、寂しい現実やねんけど、ちょっとどんな状況かっていうのを今でもやってるところもあるみたいやから、うん、ただ結構やっぱりもう廃墟が目立つようになってきた。なのでちょっと探訪してみたいと思います。はい、レディーゴー。山の坂道ちょっとだけ歩いてさっきから上がって、うん、トンネル見つけました。はい、東山極道。極道？え、極道じゃないやろ。なんて書いてるの？見えへん俺も。なんて東山極道。はい。いや、いきなりほんまや、いきなりホテル玉屋で、そこもうん、この隣もそうやな。そうやな。うわ、いきなり入り口から、うん、トンネル抜けたらさ、うん、パッて映えたいやん。はいはいはい、景色ね。うん、入り口からちょっと悲しいな。アネックス進歩に、うん、ここで、うん、おぞましい身の毛のよだつ事件が実は起きて、うん、ここに訪れてた旅行客の看護師の愛さんが1996年の10月25日に殺人で殺されて亡くなった。屋上で死体が発見されたと。同僚の25人ぐらいで旅行に来てたみたいで、その愛さんが深夜になってちょっとお風呂入ってくるって言って、同室におった2人を残してお風呂入ってくる。じゃあ、あまりにも出てくるのが遅いからちょっと見に行くやん。で、1人が見に行ったら浴場に浮いてて窒息死やったみたいで、捕まってん。41歳の男が。ああ、捕まったんやん。そう、服役中の無職 T っていうやつが捕まって、うん、じゃあなんで殺したんやって聞いたら、うん、浴場に入ったら、うん、まあ言うとおるやん、うん、体がって女性がおって騒いだから、そりゃ刺さったから殺した、うん、めちゃくちゃやん。っていうのが起きた事件があったのがアネックスシート。そのロケとかで使われるからあれなんですかね。今でも使われてんのかな。これ中はまあまあ外気とか柄が、うん、あ、でかいわ、ほら。うまいな、奥まであるもんな。だいぶ奥まで続いてるわ。うん、コンテナを利用したカラオケがあったって書いてた。ここや。これか。うん、ここ、ほんまや、カラオケボックスになってる、コンテナの中が。面白い。ほら、ジョイサウンドって。うまや。でもカラオケってもともとトラックの後ろの荷台のコンテナの部分で、うん、スナックの引っ越しの時にソファーとかをこうやってトラックのあれに、はいはいはい、そのオーナーさんがこうやって引っ越しの時に運んでて、こあれ待てよ、このコンテナでこれカラオケボックスできるやん、うん、ってなってカラオケボックスに。そうなん、うん、ただ商標登録とかそういうのをやってなかったから、はいはい、著作権みたいなのとかだから、もういろんなカラオケボックスがそっから流行ってできてんけど、はい、その作ったアイデアの考案者には一切お金入ってない、うん、わお。それしてたらえぐいことになってましたね。えぐいことになってたでもう、うん、いやすごいな。あっちの言うたら旅館でわーってやって、はいはいはい、でここにパブもあって、うん、喫茶店もあんねんな、うん、モーニングコーヒーってうまいな。でカラオケもできて、うん、これもうやってないよ。やってないな、これは。あ、もう絶対やってないよ、これ。さっき入ってるし。でもな、こっち見たら割とやってるとこもある、うん、そうですね。こっちやってそうじゃない。うん、あ、向こうのでかいのやってそうやん。やってそうやな、あれは、うん、空いてるところは全然空いてんねん、うん、そこを目がけて来る人もおるんやろうな、うん、この空き地の漁港に、うん、なんか綺麗な壁、うん、お、なにこれ、すごいな、なんかウッドデッキみたいな、うん、最近作ったんやろな、多分、うん、だからなんかここあって潰れたんかな、うん、すごい、誰一人おらんな、うん、この辺ちょっと温泉がいっぱいな、川あって、うん、うわぁ、結構でかいな、新滝、うん、これ有名な旅館やろな、うん、でっかいし綺麗し、この旅館も残ってて最初的やな、ほんまに廃墟、うんうん、があったりちょっと旅館もあったりとか、うん、わあ、なんかこの辺レトロでいいな。昔ながらも下町のなんかちょっと商店街みたいな、もう廃業してんな全部。うん、射的ね。射的や、鬼怒川でもない射的のあったもんな。ありましたね。全部木やん。すごいな、一本路地入ったら、だから
この温泉街の人たちの住んでた場所やったな。従業員さんとか、おかみさんとか、すごい傾き方してるわ。めちゃくちゃ斜めになってる。廃村って感じだな。こちらです。ニコールマン。え、これは廃墟ではなくて？失礼な。お、広っ。ありがとうございます。ちょっと引いてあったので、はいはいはい、準備しときました。ありがとうございます。来るんじゃないかと思って。お風呂って入れますか？お風呂は24時間いつでも。あ、本当ですか？行きましょう、温泉行きたい。お疲れ。お疲れっす。よし、よし、あー温泉来たーって高まってきたわ。あの泉質いいって結構言われてたやん、東山温泉。泉質いい、泉質いいって言うけども、どういうことなんだ思ってた。分かったわ。びっくりしたな。びっくりした、ほんまに。もうこれが同じ透明でも全然違うねんな、うん、水を温度上げてあったかくしたんじゃなくて、こうもう湯自体に温度を持ってるっていうぐらい、うん、そのものがあの入った瞬間にドーンってくる、うんうん、だからなんかこう外から温められてるんじゃなくて、もう中からこうえぐり出すように温められる、うん、ね、この中をポンプしてるからな、うんうん、めちゃくちゃ温まんねん、うん、マジで。2、3分入っただけで茹でたこなってなってたな、真っ赤っかなってたな。なあ、何かこう閉じ込められてる感じがあって、うん、めっちゃもうホットなって、うん、もう今でもちょっと俺汗かいてるの、うん、出て何分か経ってんのに、うん、それぐらいやっぱ違うなって。あ、これ毎日入っとったら健康なるわ、うん、同じ家のあれとは全然違う、全然違う、うん、触れちゃうかったな。どっかから湧いてきた感じがあるわ、うん。おはようございます。最高やん、この朝。めっちゃええがな、ええ匂いしとるわ。あれだぞ、これがええわ、日本の古き良き朝。うん、最高、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。助かりました。いいです。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかいい宿やった。いい宿やった、ほんまよ。マジでいい宿やった。旅したな。旅やったな、これは旅やわ。次の土地へ行きましょうか。おいっす。